校初共演で、はい、そうです、いらっしゃるんですね。はい、あの本当に僕にとっては、まあ、あの出会う前ですけど、あの本当に本当にどんな方なんだろうっていうのはあのずっと謎だったんですけど、土地がやっぱり近いんだなっていう、なんかこうなんだろう、元気な部分もあれば、あのちょっとなんかこうお母さんみたいなことを言う大人な 一面も持って、すごく優しく気さくに話しかけてくださってたので、本当に現場は僕はあの楽しくあの芝居あの生活をすることができました。そして二階堂さんは神木さんのことをインタビューで素晴らしい方ですっておっしゃってましたけど、素晴らしかったですか？本当に素晴らしい方だったなって思いますけどね。ものすごい大先輩ですけど、神木さんは私にすごく優しくしてくださいましたし、本当に助けられることがいっぱいあったので、やっぱそういうのがすごいモチベーションにはなってました。お二人のこのお芝居の体質も違ったりするんで、あの意外とこう2人が馴染むのかしらみたいなちょっと不安もあったんですけど、なんかこう趣味とかが似てたりして、もうすごくなんか打ち解けあって、2人でなんか隅の方でちょこちょこ楽しくやってたりとかして、まあいいや、そっとしておこうみたいなそういうことがよくありました。自分を好きなように変身させることができるのなら、どのように変身させたいですかという。もうちょっと打たれ強い人間になりたいです。電車に乗り遅れた時とかちょっと落ち込むんですよね。なんでもうちょっと家でちょっと自宅早くできなかったんだろうみたいな、そんな、なんか些細なことでちょっと、あ、なんでっていうちょっとちょくちょく反省が多いので、まあ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 一本ぐらい平気だよ俺ってこうなれるようなもうちょっとね、寛大さというか、もうちょっと心が広い人間になりたいですね。変身ですもんね。でもセーラームーンとかに変身したいです。逆にね、もう全然違う、美少女戦士に、はい、神木さんの二階堂さんのここを変身させたいという部分がありましたら、それぞれ教えてください。間接的なダメ出しみたいなのですないですよ、あのないですね。二階堂さんはなんかもう話しててすごくいろんな面を持ってらっしゃるなって思うんですよね。まだ未知の領域がそのなんだろう、うちに秘められてるなってすごくお話ししてて思うので、どんな性格どんな考え方の方なんだろうっていうのはすごくなんかこうもっとなんかしね見てみたいですね。私もないですよ、もう本当にね、本当ないですよ。私は大好きなので、そのまんまの神木先生にいていただければ。じゃ あ、 まあセーラームーンになった時はなんかこうヒーロー役で、そうです ね変身していただいて。なんで月光仮面じゃないか、なんだっけあれ、うん、月光仮面なんかタキシード仮面、違う、タキシード仮面になっていただいて、はい、白いスーツ着てぜひ、はい、この物語は悲しい愛の物語でもあり、まあその純一と、めぐみの周りにいる人たちとの人間関係、これが人間なんだなっていうような、あのとても繊細に描かれているので、あの本当にあの皆様あのいろいろ見ていただいて、なんかこう何か感じていただければなと思っております。これにて完成披露試写会を終了させていただきます。パネルをじゃあちょっとお持ちしましょうかね。さすがにね、なんかちょっとあの作品とねテイスト変わってきますからね。神木隆之介さん、二階堂ふみさん、永田琴監督でした。どうぞ大きな拍手でお見送りください。